暖冬とはいえ、2月になるとかなりねやっぱ寒くなってきますね。これが最低温度マイナス 5.2 度、これ昨年の冬ですね。今年はまだどうでしょう、マイナス3度までなったかな、うん、今これ日中なので、10度ありますけどね、2月一番寒い時期ですね。で、まあマイナス3度やっぱね下がってきたり、マイナス2度でもね何日も続く、あとまあ強い風が吹いた時とかいうのは一応やっぱこう念のためね、室内退避そういう風にさせますけど、まあご覧の通りねいろいろこうありますので、全てを退避させるわけにはいかない。で、まあ、一部をですね、室内の中にっていうことになりますけど、室内もね、持っていく、スペース、数も限りがあるけど、置くスペースにもですね、限りがあります。で、それでこう作ったのがね、こちらになります。昨年もちょっとね、紹介しましたけど、こういう感じの4段の棚。これはですね、ムスカリボックスってあるんですよね。あのなんか球根、ムスカリの球根入れるボックス、そちらをですねなんかヒントに作ったんやけど、これが4つ平置きであればですね、これのこう4倍、これの4倍の面積を入れますけど、こういう風に、積んでいけばですね4分の1のこう面積それしか使わない。でまあ自分がね作ったのがどれぐらい、これ45センチ、奥行きが30ぐらいかな。で、高さが、まあ、底面から17センチぐらいですかね。で、これこういうふうにこう落としてますけどね、重ねられるようにこうしてる。まあ、こう見るとこんな感じなんですけど、上から見た方がいいかな。こういうふう。あ、重なってるのわかるかな。これちょっとね、浮いてるから、あ、今落ちました。こういう風に、柱の上に柱がこう乗っかってきてる。わかりますかね？これの上に、またこれが乗っかってきてるんですよね。うん。じゃないと、このこう、横揺れ、こう来た時にずれ落ちてしまいますよね。で、高さもやっぱ制限があるので、低い苗はこの、2段目、3段目、こんな感じでいいけど、高さのあるものですね。こんなこう、黒星錦。こういったやつはこの、ここに入れるわけにはいきませんのでね、上の方にこういうふうに置いてると。はい。こんなやつです。で、まあ、こちらの方は板がこんな感じ。まあ、たまに外に置きっぱなしの時に、雨ざらしになる時あるからですね、こう水をこう、抜けさせないといけない。それと、この柱を受けないといけない。そういったことがあるので、こういう作りにしてます。で、こちらの方、まあ、室内持っていくときに、このままだったら、あの、あれですね、土がね、室内に落ちるときあるんで、そういう場合はですね、こんな感じ。トレーを置いたり、こういうふうに、新聞紙、わかりますかね、新聞紙を置いたりしてます。はい、こちらがね、平置きに置いた、感じですね。だから、面積がこんな感じで、こう、4倍になりますよね。一つにこう、4段重ねるんで、平置きにするとこういう感じ。で、先ほど言いましたけどね、こういうふうにトレを入れとけば、土がこぼれたりね、そういったことはないですよ、ということになります。で、これが、こういうふうな底。こういうふうになってます。で、ここで受けるんですね。ここで。ここで受ける。ちょっとここはくぼみになってるでしょ。ここに次のこの柱がねこう来る、でそういう感じになります。わかりますかね、こういうふうにねくぼみになってる、このくぼみに次のこの柱が乗っかる、ここにねこういう感じで乗っかるんですよ。まあ、方向が違うけど、ですねこういう取りながらだから難しいんですけど、こういうふうに乗っかってくるね。わかります？こうある。ここに、こういうふうに乗っかる。こういうふうに乗っかって、
沈み込むので、こういうね、沈み込むので、こうグラグラしない、抜け落ちないということになります。はい。だから、まあいろいろですね、まあサイズ感さっき、まあ45センチ、30と言いましたけど、まあその人のね、状況によって、このサイズ感っていうのね、変えていけばいいのかなと。まあ自分の場合こういうふうに作ってますね。まず四角をこういうふうに作って、この板を置いて、これで受けると。で、ここを浮かして、柱をこういうふうに止めていく。裏をもう一回見ますけど、こういうふうにね、少しくぼみを。この分のくぼみがないと、柱がこうずれますからね。このくぼみで止まってるからですよ。ここがポイントです。作りのですね。はい。作りのポイントをちゃんと見とかないと、ね、あれですから、こんな感じです。こんな感じね。はい。まあ、あとはね、まあ、こういったのをわざわざ作んなくても、折りたたみのコンテナとかありますからね。折りたたみのコンテナを、に、こういうね、トレーごと、こう入れて、トレーごと入れてですよ。そしてまた上にこう重ねる。まあそういったこともね、折りたたみであれば、夏とかね、こう収納時に場所を取らないんでですね。まあ自分はこういうふうにね、まあ木材よく使ってますから、こういうふうに作りましたけど、はい、そういったこともね、できるんじゃないかなと思います。まあ一つのね、こう DIY のこう参考例ということでですね、紹介させていただきました。まあプラスチックのがね、こう便利けど、木材はね、味があると思います。はい。だから、夜間はこれをね、さっきみたいに4段に重ねて室内に置いて、スペースを確保というかね、居住スペースを確保して、日中はこういうふうに平置きにしてですね、こういうふうに平置きにして、しっかりね、日光浴させる、そういった形で使ってます。はい。自分のね、こういったこう、こういうボックス。なんちゅったかな。避難ボックスとか言ってましたかね。はい。こういうことでやってますんで、まあ一つね、こちらの方、こういったものもあるようというようなことで、参考にね、していただけると、嬉しいです。はい。作りはそうね、難しいもんじゃないんで、はい。やってみようと思う方は、このね、動画をこう参考に、作ってみてはいかがでしょうか。動画のですね、終了前に再度、こんな感じで重ねてみました。はい。夏場はね、そう活躍の機会はないんですけど、冬場は、このようにね、4分の1のスペース、それでね、家族のこう、生活のこう邪魔をしないというかね、限られた、スペースで、対することができますんでですね、まあ、なかなか冬場は活躍してる、そういったですね、多肉堆肥ボックスですか。はい。そういったものの、今日はですね、紹介でした。動画をですね、いいと思っていただけましたら、チャンネル登録とか、高評価していただけると、嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。